はいどうもゆうじです今日のお話はメルカリショップ転売屋個人情報流出というお話です転売屋がメルカリの罠に引っかかったというお話はこちらでございますはい最後までよかったらお付き合いくださいまあ、どういうお話かっていうと転売屋がよくたかって このショップに登録をしたら、個人情報が漏れちゃった。どうしよう、ピエンっていうお話なんで、まあちょっとね、まあどういうお話なのか、ちょっとこれから詳しくお話をしていきたいと思います。まあピエンはちょっと持ったかもしんない。はは手前屋がピエンって言ってるかどうかは知らないけれども、とにかく個人情報がだだ漏れですよっていうお話なんです。これね、メルカリの方で運営してるメルカリショップスっていうサービスなんです。 でね、メルカリショップスが本格スタートするにあたって今ショップに登録をするとこういう特典がありますよっていうことをうたってるわけですまず一つがメルカリショップスの販売手数料が無料メルカリショップスのお買い物が最大50%還元これがポイント還元ってことですねでメルカリ便の提供開始などっていうことでさまざ、あ、まな サービスがあるんですけどもおそらくテンバイヤーくんはこのね一番上のメルカリショップスの販売手数料が無料につられて登録してしまったんじゃなかろうかというお話なわけですそしてそれに気づいたネット民の中で、まあ、お祭り騒ぎになっているというのが現状でございますそしてそのお祭り会場がこちらでございます はい、えー、いつもお世話になっております滝沢ガレソさんですけれどもこのような状態になっております、えー、メルカリが誰でもネット上に店舗を持てる新機能メルカリショップを実装特定商取引法の関係上ショップでの出品は出品者名代表者名、えー、住所電話番号が誰にでも公開される仕様そうとは知らず手数料無料などの特典につられて店売ヤーらが続々ショップ。 出店そしてテ売やらの個人情報バレ祭りへというような状態となっておりますでガレソさんの方でこのようにですねえ詳しく画像でですねショップ情報の見方を解説していただいておりますこれね PC では見れないようになってるんです実は。 あのスマホのアプリからのみ見れるようになってましてスマホのアプリでアカウントでログインをするとこのショップという項目が出てくるのでこれをタップしていただいて表示された商品ページに飛んでいただく必要がありますでそうすると下の方までこうロールしていただくとショップ情報っていうのが出てくるんですねでショップ詳細情報をタップしていただいてそこからさらにここの 運営者情報を請求するというようなこの赤字のところをタップしていただくとこのような画面に移動します、はい、こちらの方は比嘉電機さんという方なんですけどもこれをこのね送信するっていうものをタップしていただくと登録したメールアドレスに自動的にこのショップ情報が届くシステムになっていますちなみになんですがこのショップ情報をこの問い合わせたとしても 問い合わせた人の情報はこのショップ側には渡ることはありませんので安心してショップ情報は手に入れることができますで俺もね早速使ってみましたはいあのこれ全く関係ない業者さんなのであの今回のね転売ヤーさんとは全く無縁なんですが問い合わせてみましたはいそうするとこういった形で送られてきますはい 今回送ったのが、古美術ぽんちゃんっていう <laughs> ショップについて問い合わせてみました。一応、個人情報とかは全部、今回ね、あの関係ないところなので消させていただいております。ここに本来であれば、代表者の氏名とか住所、電話番号が記載されてくるという形なんですが、今回は消してますんでね、ご了承ください。 一応こんな感じでね、メールが届くわけです。まあ、通り一辺等の内容かなまあ、大した内容ではないです。他のショップのも見てみたんですけども、みんなこんな感じの内容のものが送られてきますので、まあ、あまり変わり映えはしないかな。このね、個人情報の部分だけ、まあ、ちょっと違うかなっていうぐらいの内容となっております。あとはこの営業日とか休業日等の記載がちょっと違ってるからぐらいかなまあ、そんなに大変そうなもんではなかったです。はい。ちなみになんですけど、この <laughs>、 この機能を使って、店売ヤーのリストなんかも作ってる人なんかもいるので、まあ、よかったら探してみてはいかがでしょうか。まあ、だからどうしたっていう話ではあるんですよ。ただ個人情報が分かるというだけの話なので、特にね、それ以上でもそれ以下でもないんですけれども、ちょっと気をつけていただきたいことは一つだけあります。このね、その今、お祭り騒ぎにはなっているんですけれども、コメントの一部で、 そのピザとか送っちゃえとかあとはねうまあデリヘル呼んじゃえとかってそういうような発言なんかもあったりするんですけどもまあ実際にやる人はいないと信じてはいるんですけれどもそういうことは絶対やっちゃいけませんからねこれやっちゃうと威力業務妨害とかっていう形になっちゃったりもするので。 あの非常にまずい犯罪行為になりますからそういうことは絶対になさらないでくださいまあねその情報を集めてリスト化したりとかそういうこと自体は問題はないけれども嘘の発注をかけたりとかそういったことをしますと犯罪に該当することにもなりかねませんのでそういった行為は絶対にしないようにしてくださいでちなみになんですけどもこのショップを開設する時に必要なものなんですがそれがこちらになってますまず え銀行口座情報の分かるものえ通帳やキャッシュカードなどそして個人事業主のみ本人確認書類免許証保険証などを撮影した画像で法人の場合は登記簿上の代表者やえ住所資本金情報年賞の分かるもので許認可が必要な商品を扱う場合は許認可証を撮影した画像という形になっておりますこれがあればとりあえず開くことができるというような状態になってます まあ一つ心配な点は、この保険証っていうところかな。顔写真付きの身分証にしてもらった方が安全なような気がするんだけれども、顔写真なしでもいいらしいです。ただ、嘘情報は入力しにくくなっているようなんですよ。何かっていうと、このね銀行口座とこの本人確認とかね、登記簿上のものとか、紐付けて確認するようで、そこが違ったりすると、跳ねられるようなんですよ、登録が。 なのでまあ一応はねその辺のところで予防線は張っているようなんですがまあすり抜けることはそんなに難しくなさそうな気はするかなまあおそらく取得できる個人情報に関してはほぼほぼ正しいものなんじゃないかなとは思っているんですがちょっとね残念なところがあるんですよ一つだけ何かっていうとこの取得した個人情報とかの中にそのショップ情報の中にね その小物証を持ってるかどうかっていうことが全く記載されてないことが非常に残念だなと思ってるんですよ。アマゾンとかだとショップ情報の中に小物証のあの免許番号とかが記載されてるんですけども、このメルカリに関しては登録する必要はあるようなんですけれども、それをね公表はしてないっていうのがねすごく残念です。だからどの ショップがちゃんと登録をしているかその、えー、免許を取ってるかどうかっていうことが全くわからない状態になってるんですよいやもしかしたら本物の古物証を持ってる登録してるショップの人は出してるのかもしれないんだけれども俺は見つけることができません古物証の免許番号とかが出てなかったんですよなのでおそらくその辺のところは公開されていないんじゃないのかなというふうには思っております ぶっっちゃけたた話これを一番公開して欲してかったその古物商持ってんのか持ってないのかっていうことを俺はね一番公開してほしいなと思ってるんだけれども一番大事なところが公開されてねえじゃねえかと思って非常にね残念ですまあメルカリですからね <laughs> まあしょうがないと思うしかないですかねちなみに飯馬な話なんですけれどもこのね今回の メルカリショップスの登録についての手数料無料についての記載があったんですけれどもこちらね手数料無料の対象になる売り上げは1ショップ10万円まで手数料1万円分まで無料ですまた10万1円以上の商品は手数料無料キャンペーンの対象外ですっなってるんですよつまり店前屋は 1>, <laughs> 1万円につられて <laughs> 自分の個人情報さらしちゃったって話なんですよ1万円で自分の個人情報を売っちゃったんですよメルカリにそしたら公開されちゃったっていう話で非常にマヌケな話だと思うんですよね自分の個人情報1万円で売るか だいたい p s、ま、5一台分ぐらいっていう感じですかね。だいたい今は9万5千円とかそれぐらいだと思うんですけども、だいたい p s 5一台分ぐらいの手数料だと思っていただければいいと思います。俺は売らんかな ?1 万じゃ自分の個人情報。<laughs> ほ他にねこうショップを開くメリットがあるんだったら開いてもいいとは思うけれどもその手数料につられてさねたかなか1万円で自分の個人情報を晒したいかっつったらそれは嫌だなまあ1万円に釣られて <laughs> 個人情報を晒しちゃった店売屋さんはまあざわーとしか言いようがないよね。 てか、よく読んだ天売屋さんねえ上限決まってんだからね多分ね結構いると思うんだよねその手数料1万円分まで無料だっていう風になってんのにそれを気づかずにショップ開設しちゃった人なんか俺結構いそうな気がするんだよねだって天売屋だもんまあだからといって同情できるかつうとっつった 全く同情しないし、ザマーとしか思わないというお話でございます。はい。えということでえ、今回はですね、1万円で個人情報を売り出してしまった転売く君のお話でございましたが、いかがでございましたでしょうか何かね、思うところありましたら、ぜひコメント欄にコメント残していっていただけると大変嬉しく思います。あとはですね、この動画がいいなというふうに思っていただければ、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。以上